こんにちは、ゆめです。今日はウォーロンのプレイで先に知っておきたかったなと思うことをまとめてみたいと思います。今だいたい200時間ぐらいプレイしたんですが、わからないことがいっぱいあって、かなり後から知ったことがたくさんあったのでご紹介したいと思います。これからプレイする方の参考になったら嬉しいです。まず旗のところでできる支度の兵装、服をセットしておくことができて着替えが楽になるというのと、あと上の戦術の数値がいちいちここに戻ってこなくてもこの数字でセットできるというものなんですが、全然知らなくて、これはかなり便利なので最初にぜひ知っておくといいんじゃないかなと思います。鍛冶屋のメニューで武器とか防具は強化することができるので、鍛冶屋に来たら強化するというのと、この階層っていうので見た目を変えることができるんですが、自分の好きな服に見た目だけを変えることができます。感じで中身はさっき着てた服なんですけど、見た目だけが変わります。鍛冶屋のメニューで四角ボタンを押すと物資倉庫っていうのが切り替わって、物資だと500個しか持つことができないんですが、倉庫だと2000まで持つことができるので手持ちがいっぱいになってしまうので、鍛冶屋に来たら物資のとこからいらないやつを選んで×ボタンを押すと倉庫に移すというのがあるので、ここで倉庫に移すことができます。四角ボタンを押して倉庫メニューにしたらまたで×を押すと物資に戻すというのがあるので、これで手持ちに変えることができます。倉庫メニューでは分解とかいうのあるんですけど、三角ボタンを押すとまとめて選ぶことができます。はっきり言って使い道はほぼないので分解しちゃった方がいいんじゃないかなと思います。お腹空いてきちゃった、狩りでも行くとするかな。倉庫のメニューで倉庫っていうのがあって、R3 ボタンを押し込むと順番が切り替えることができます。で、自分の好きな順番で武器を選ぶことができます。これも気づくの遅かったので早めに知っておくとすごく選びやすくなるんじゃないかなと。装備画面で L2 ボタンを押すと揃え効果っていうのがあって、同じ種類の防具を揃えるとちょっとね強くなるというもので、今旅夫の飛翔の装備なんですけど、着替えると揃え効果がついて武器ダメージプラス 11.7 とか強くなります。これは意識してやるといいんじゃないかなと思います。だいたいこの何々の飛翔のとかっていうの何々ののところが同じなのでわかると思うんですけど、それを目印に揃えていくと強くなります。
戦術のおすすめなんですが、戦術もたくさんあってどれがいいのかなってなるんですが、あと水のところの40、これがすごく強いので、どれ使ったらいいか分かんないなっていう時はおすすめです。氷の落ちてますね、強くて緑色の戦術の4番、心中ゲージの上昇量が増加する。これ使うと心中ゲージがだいぶ早く溜まるので、早く使うことができる戦術なので、これはめちゃくちゃおすすめです。緑色の木の戦術だいぶ後になるんですが、30番の番号じゃないけど30のこの一度だけ完全に防ぐ効果、これも使えるようになったら使っていくと、ボス戦で使っていくとだいぶ楽になります。神獣のおすすめは、最初の方はだいぶ早いうちに手に入る青龍がおすすめです。戦術の神獣ゲージが溜まりやすくなるのと一緒に使うと、結構ガンガンに使っていくことができるので、体力回復してくれてボス戦とかでだいぶ戦うのが楽になります。後半で手に入ってくるトーダーとカイチも結構おすすめです。トーダーは毒をまき散らしてくれます。カイチは自分からこう突進して敵にダメージ与えてくれるのでだいぶ助かります。2周目になるんですが、2周目では王竜がすごくおすすめです。1回やられてしまっても回復することができるので、2周目の敵はだいぶ強いので、一撃でやられちゃったりとかも全然あるので、王竜持っているとだいぶ変わってきます。だいぶ後半まで全然気がつかなかったのが、物資の今もう使っちゃってるんですけど、回復薬が回数が増えたり回復の量が増えるアイテムがあるんですけど、それを入手したら緑色の丸いアイコンになってるんですけど、ここの道具から使わないと増えないというで、今10本スイッペスイッペ、私がプレイしていて本当に最初にこれだけは知っておきたかったって思ったのはこれぐらいですね。特に旗のところでできる支度の清掃、服とあの戦術の数字をセットしておけるのは、これは本当に一番最初に知っておきたかったなと思います。ボス部屋の前とかで、入れ替えたりとかも簡単にできるので、すごくね、そのボスに合わせてセットしておいたりすると周回するときに楽ですね。まだたくさんわからないこといっぱいあるんですが、とりあえず最初に知っておきたかったなと思ったのはこれくらいです。これからプレイする方の参考になりましたら嬉しいです。またウォーロンの動画いろいろと上げていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録お願いします。見ていただいてありがとうございました。